コンビニに行きます。よし、今から行くところはセブンイレブンです。買いました。今から家に帰ります。はい、ということで、お家に帰ってきてから、ちょっと最近肌荒れがすごくて、わかるかな？顔洗って保湿しっかりしたら、寝てました。ソファーで。で、今は時刻22時半なんで、ちょっと、まあ、夜ご飯食べるにしては、遅いかなっていう時間になっちゃったので、まあ、なんか深夜飯ね、ちょうど良さそうなお時間ですね。で、今ちょうどね、お腹めちゃめちゃ空いてきたので、ちょっと今日さっきスーパーで買ってきたものを使って、深夜飯、作っていきたいと思います。どん兵衛、味付きメンマ、豚バラチャーシュー、これで、ちょっと何か作っていきたいと思います。ただ、メニューは、ちょっとわかんない。適当に作ります。で、どん兵衛を作るわけではない、アレンジレシピを作りたいと思います。ちょっとイメージしてるのは、まあ、油そば的な油そばみたいな感じを作りたいと思います。これ、これ、これ。じゃーん。じゃあまずね、水を沸かしていきたいと思います。やばい、コードだ。はい、お湯沸かしまーす。なんかさ、GoPro の充電がなくて、急いで充電してるところ。どうしよっかな、どうやって作ればいいんだろう。じゃあとりあえずなんか暇、今暇なんで、このラーメンの器に粉末スープ入れよう。やべ、後入れの七味も切れちゃった。出ない。あ、これか、片手でまずい。ちょっとお湯入れてきた、ちょっとだけ。じゃあここにちょっと油そばっぽくなるやつを入れたいと思います。ただ私ね、油そばを経験したことが全然ございません。なので味は分かりませんので、ごま油、ごま油適当。入れすぎた、絶対いいのかな。じゃあ今目に入ったごま、いりごまたっぷり。何入れるんだろう、マヨネーズとか。マヨネーズはみんな好きでしょ。だってマヨネーズ嫌いな人いないでしょ。マヨネーズない、うち引っ越したからマヨネーズないんだ。ない。ちょっとお湯が沸けたんで、こいつを入れていきたいと思います。やばい、なんかお湯が少なすぎて。大丈夫か、ちょっとこいつも入れとか。あれ、こいつはいつ入れるの。もう一個。いや、入れなくていいか。お湯入れすぎたか。汁なしなのに汁なしじゃないじゃん。油そばってわかんない、食べたことがないの。まあいいよね。ラー油入れようかな。ラー油辛くしたい。じゃん、ラー油入れちゃう。ちょんちょん、いっぱい入れちゃおう。辛くしちゃう。10滴ぐらい入れた。最近ハマってる山椒、こんなもんじゃい。油そばってどんな味なんですか。今さ、冬か、絶対味が濃い。絶対味が濃い。半分捨てた方がいい説あり。これじゃあここにうどん入れますと。あ、うひゃー、どんな味になるんでしょうね。いや、マヨネーズあると思ってたな。大誤算だったな。マヨネーズはありませんでした。まあ、引っ越ししてからあんまね、うちで料理してないので、あるもんだと思ってたものがないことが多い。ちょっと待って。よし、混ぜ混ぜ。じゃあとりあえず盛り付けしちゃおう。見ててね、盛り付け。あんまりちょっと好きじゃないけど、チャーシュー。ラーメンといえばチャーシューかなと思ったんで、これ電子レンジすんの。70秒。まあそんなにチンし
しなくてもいいでしょう。70g。あとメンマ、メンマは大好きなんで全部入れます。メンマ全入れ。明日顔がむくみそうです。チャーシュー、チャーシュー全部入れます。残しててもだいぶね意味ないんで。明日にこれを食べるわけでもないので全部入れます。あと卵賞味期限切れてて、ありませんでした。終わったー。準備が不足すぎる。準備不足すぎるだろう。じゃあ刻みニンニクとかちょっと入れてみようかな。明日撮影なんで、まあちょっとにしよう。本当にちょっとね、こんぐらいで許して。本当はなんかもっといっぱい持ってた方がさ映えるかもしれない。許して。生姜も入れる。生姜、生生姜でいいや。これ生姜チューブ入れちゃおう。これ5月までだ。賞味期限切れました。でもいいんです、使います。でるるん、最後にのせちゃう。完成見た目がそんなに美味しくなさそうな油そばができました。ちょっと見えないけど、これをキッチンで食べます。椅子がないのがちょっと残念なんですが、いざ必食。髪の毛が、もう髪の毛やだ。ラー油入れよう、もう一回。ラー油の存在か。いただきます。こういうのさ、私初めて食べるんだけど、メンズは好きなの。いただきます。うん、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 普通に美味しい。ちょうど良い、あの味の濃さが。はあ、マヨネーズも入れたいね、これは。うん、バターが溶けてる。バターが溶けてるそば食べる。うん、やばい。サムネ撮るの忘れた。今から撮ろう。揃えて揃えて、もうぐしゃぐしゃ。携帯で撮ろう。オッケー。急遽サムネ撮影完了。もっと辛くてもいい。最初は全然辛くない。いただきまする。山椒はすごい鼻にくる。辛っ。太りそう。そうやって思って食べると太ります。お酒かよ。今自分で BGM やってみた。風がすごいで、観葉植物が揺れとるで。この後最近流行ってるダーク&ダーカーってゲームをやるので、とっとと食べて、これを私の力の源に入っていきたいと思います。うん、危ない危ない。酸っぱい。ここにごまが。私の周りにさ、6月生まれの子が多すぎてさ、ついこの前やっと全員の誕生日お祝いして、あとはねたっぷり持っていこうと思ったのに2人に渡すの忘れちゃって、まだ家にあるんだけどさ。みんなはさ、友達へのタンプレだったらいくらぐらい使う？私はただプレゼント渡すだけだったら、まあ1万から2万ぐらいのプレゼントでもいいなと思うんだけど、だいたいご飯ごちそうしてプレゼントはいどうぞってやるから、まあご飯が1人2、3万ぐらい、いや嘘ついた、1、2万ぐらいかぐらいで、まあプレゼントが5000円ぐらいにしてる。どっちの方が嬉しいんかな。高いものというかちょっとね、1、2万のものもらった方が嬉しい人もいるじゃん。
うん、やばい、これ食べきれん、カロリーが高すぎてお口の中に入っていきません。困ったな。そう、私の悩みは一食が少ないこと。ただすぐお腹空きますよ、皆さんと一緒、まあ、皆さんと一緒っていうか、みんなが一食、例えば一人前食べるとするじゃん、私は半人前を分けて食べるタイプ。それが悩み。一回でどうかって食べれない。でもこれ別にあれですよ、か弱いアピールみたいなのとかじゃなくて、本当に一食でいっぱい食べれる頃に戻りたい。昔はもう一食でもちょっと足りなかったもん。今はもうなんかね、食べることは好きなの。で、起きてから今日何食べようかなってウーバーすぐ見るし、好きなんだけど、なあもういいもういいってなっちゃう、口の中が。同じ悩みの人います？昔はよく食べれたのに。まあ動いてないからかもしれないね。動いてたら食べれる、おそらく。野菜は好きだから麺も食べれる、いっぱい。最近うちの仲間入りしました、スイカのなんか花びらに似てるって言われてるやつ、名前忘れました。スイカの花びらじゃないか、スイカの表面に似てるってやつ。あとこれ、わかんない、名前わかんないけど、なんかどっちも日陰でもよく育つみたいなのを買いました。私ね、家の日当たりがすごく悪くて、日当たりがいいところで育ちますよっていう観葉植物の方が見た目は好きなんだけど、ちょっとね日当たりが悪すぎてね、枯れちゃうんだよね。最近はね頑張ってこうやって部屋の光を全部つけて、観葉植物にねわざと今そうだよって思わせてる。だからエバーフレッシュとかは今めっちゃ咲いてる。見る、可愛いんだよ。ちょっとめちゃめちゃ可愛いんで、ほら今朝だと勘違いしてます。この子超可愛い、新しくこれ生えました、この葉っぱは。でこっちの方がちょっと食べても、こいつも新しいな。フルカブさんがあんまいないな。これか、これフルカブさん。なんかこういうなんか生え癖みたいなのがね多かったの。なんかどっか向いてんの、閉じる時もうまく閉じれないみたいな。でもだいぶ元気に、ほらこことかめっちゃ可愛い、ちっちゃいの。これこのちっちゃいのはこのぐらい元気になります。育て方を失敗するとこの葉っぱの先端がなんかカスカスになります。そこで用意するのがこちら、じゃん。いつの水かわからないお水、これを葉っぱの乾燥してる表面に振りかけます。まあこれ化粧物に愛情を注いでるアラサーでした。私の趣味でもそういうなら観葉植物育てることは趣味だわね。観葉植物めちゃ好きです。はい、というわけでまだちょっと食べ終わってないんだけど、ゲーム中にこれは食べようかなと思います。なのでごちそうさまでした。一旦またなんか今度はちゃんと人が作ってる背徳飯みたいな、深夜の背徳飯みたいな調べて作りたいと思います。今日はマヨネーズも卵もなくてびっくり。じゃあ皆さん良いお夢を見てください。